黒人の辛い人生の中でその希望があった。まあ、クリスチャンはね、天に希望を置いて生きてますからね。確かに、はい、じゃあ今回の、歌がバーバラ・ヘンドリックスの、はい、Study War No More。あったでしょうからね。あったはずです。だから今回ね、受信報告書を書くときに、ぜひ一言でもいいけれども、自分のまあこの人生の歩みの中で何があったか、こんなことがあったよと、ね、教えてください。教えてほしいですね。まあ次回番組がもしまたできるとすると。ね、再び帰ってきたぶつけ本番の番組ができたとしたら紹介したいと思います。ね、リスナーの手紙の紹介ができる、はい、まあそれがあるかどうか誰も知らないですね。私たちは約束できないけれども、でも3番目のぶつけ本番が、はい、タイトルが変えなくちゃね、うん、2度あることは3度あるぶつけ本番とかね、まあ、そうか、はい、で皆さんの手紙を読みますから、はい、ぜひどしどし送ってください。受信報告書お寄せください。この番組が終わったらちゃんとその宛先とか全部流しますから、はい、そしてまあ最後になりましたね。もう時間切れで、だから本当に皆さん聞いてくださってありがとうございます。ありがとうございます。そしてまた、うん、会おうか、また会おう、うん、信じて、うん、そ、あ、まあ、そうそうそう、あのね、ティムさん、うん、最後なんですけど、フェイスブックでね、短波放送のなんかコミュニティみたいなのがあって、はいはい、150人弱ぐらいしかいないんですけど、私もそこいいねってボタンを押してるんですね。そのグループに入ってるお仲間から前回の放送聞いたよって直接教えてもらったりもして、だからすごくいいね。はい、そうなんですよ。あ、じゃあぜひ皆さん、Facebook の、はい、BCR ページですか、はい、なんていうグループで、なんだっけな、ちょっと今思い出せないんですけど、はい、短波放送の、はい、コミュニティです。があるみたいです。申し込んでください。はい、そして、まあ、ラジオ番組にならなくても、はい、その Facebook を使って、まあ、お互いに連絡とか情報をシェアができるじゃないか。ああ、そういうふうにしてらっしゃる方多いですよね。本当に来てくださってありがとうございました。はい、ありがとうございました。じゃあ、皆さん、バイバイ。はい、さよなら。またぜひ会いたいです。お聞きの特別番組は、UTC 12時30分から13時、25メートルバンド 12040kHz でお送りしています。番組では受信報告書をお待ちしています。受信報告書